テレ東ビズ。公明党の山口代表は22日、中国の北京に向けて羽田空港を出発しました。23日まで滞在し、要人との会談を調整しています。会談では東京電力福島第一原発の処理水海洋放出を受けた日本産水産物の輸入規制の解除を求める方針です。山口代表の訪中は2019年8月以来4年ぶりです。当初は8月を予定していましたが、処理水放出に反発する中国側から適切なタイミングではないと伝えられ延期していました。